みんな。すまなかったな。本当のことを話してもらうためとはいえ。いいえ、ここまで彼らを任せていただいて感謝しています。こいつらを頼むぞ。はい、行くぞ。みんな、この試合は絶対負けられない。俺たちの戦いが地球の運命を決めるんだ。今度こそ本当の最終決戦というわけだ。あなたたちは史上最強のサッカーチームよ。だから私の指示はただ一つ、勝ちなさい。はい。とうとう来たね、エンド。ああ、お前たちを倒すためにな。俺はこの戦いでジェネシスが最強の戦士であると証明してみせる。最強だけを求めたサッカーが楽しいのか。それが父さんの望みなのさ。父さん。俺は父さんのために最強になる。最強でなければならないんだ。誰のためとかなんて関係ない。ヒロト、お前自身はどうなんだ。エンド、お互いの信じる者のために全力で戦う。君たちの相手はエイリア学園最強にして最後のチーム、ザ・ジェネシス。皆さん、いよいよ世紀の最終決戦の時がやってまいりました。数々の試練を乗り越え、今や地上最強といっても過言ではないライモンイレブンがエイリア学園最強のザ・ジェネシスと死因を決するのです。どちらが最強かすぐに分からせてやる。さあ、ついに運命のキックオフ。行くぞ。しまった。通すもんか。メガトンヘッド。どうだ。イリュージョンボール。行け一度せ。うまい一度せ。今度はライモンの速攻だ。よっしゃ、ラブラブホットライン受け取ったね。通天閣シュート。どうや。おっと、通天閣シュートは決まらない。なんでや。バックネッツ。ストームが止められた。そんな、高円寺君でもゴールを奪えないなんて。苦戦は覚悟の上よ。ここでウルビダがこぼれ球をカット。高速で上がっていく。な、何。まずい。ブレード。
分かっただろ、最強はどっちなのか。真の力に目覚めた。次回稲妻イレブン最終決戦ザ・ジェネシス前編。これが超次元サッカーだ。稲妻イレブンはレベル5とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。キャプテン今日の格言。最後まで一緒に戦おう！